海賊ラジオレッズ力船レッズサポートの皆さん、お疲れ様。今日はこの言葉から出たいと思います。えー、大野聖太郎です。中断前、大事な一戦、アウェーの大分戦。1対0、完封負けです。いわゆるクリーンシートをやったのは、回の大分。 負けたのは ACL 圏内少しかすかに光が見えてきた。勝てば暫定3位の浦和レッズが負けました。こういう試合を落としてるようじゃ、私今年の ACL はかなりきつくなると思いますよ。90分間ダゾンの前で、あるいは現地大分まで行って中断前絶対に勝ち点3を取って、 帰ってくるぞとひたすら大きな声を出さずに念じ続けたレズのサーボーターの皆さん。本当に今日はお疲れ様。そうとしか言いようがありません。それではいただいたレズサボーターのお便りをどんどん紹介します。深谷のカ君。前半あれだけ選手が寝ていたら後半にいくら頑張っても勝てないよ。小泉選手、ユンカー選手が全然機能していない。 それに、会チームも必死なんだから、こういうゲームをものにしないと、ACL 圏内はないですよ。今日の試合は、相手チームが立派、ポジショニング求められる、ファイブレーンもいいけれども、リーグ戦で一番大事なのは、勝ち点差を取ることなので、このことを、監督選手は忘れているような今日の試合でありました。もう、おっしゃる通り、ニーザの赤い水星、またしても、大分取りニータに勝てず、 もう少し早くスイッチが入らなかったのかと感じた試合でした。現地の暑さと連戦の疲れなのか、前半の動きも悪く、すぐさま失点、その後もだんだん攻め上がっても、大分の固い守りに阻まれて完封負け、僅差で負けたのはもったいない。これで中断に入りますが、いいところ悪いところを精査して、そして、酒井、江坂などの新加入選手も合流し、さらなるレベルアップを期待します。 東松山のガンマン。大分せは残念なことに貸し点を持ち帰れませんでしたね。アウェイで現地参戦された皆さん、大変お疲れ様でした。やはり大分は、鬼門であったということでしょうか。敗戦に終わったことは残念ですが、ダメだった前半から後半は、ユンカー、小泉、そして、県有という攻撃の新たな形にチャレンジして、形勢逆転させたことは、中断後に向けての好材料ではないでしょうか。 中断後のことについてはこれからの本戦で語り合うことにいたしましょうか。そうだね。負けられケータ。中断前にこんな試合見せられるとは、全体的に体が重いように見えました。久しぶりにイラッとしました。ゆるぎだけではないんですが、個人個人のいいところが活かされておりませんでした。ダメな時はこんなもんなのか、中断明けに期待します。で、現地からレッジです。現地、大分、 戦参戦しました。前半何をしたいのか全く分からず、理科のサッカー、全否定するかのような内容で、早々に失点しても、取り返そうという気持ちを見えませんでした。後半、権威を入れて、相手ゴールに迫るも、なかなか決めきれない。その後もチャンスを作りますが、決めきれずに敗戦。また大分で勝つことができませんでした。やっぱり、鬼門ですね。はい。えー、あのー、今日私が言いたいのは、 前半の45分、何しろ点取られるあたりが一番だったんですけれども、あれだけミスがあればね、どうしようもないですよ。それからこの間サイスタで2点取られた試合、大分にね。まああの試合勝ちましたよレズは3点取ったから、3対2で勝ったんだけれども、その2点取ったのは大分は町田。 この町田大和に先制ゴール決められてこれ決勝ゴールになったんですが町田へのケアもないきっちりとこれスカウティングして分析してどういうことを気をつけて試合に入るのかっていうことを試合前にちゃんとやっていたかどうかですよそこまで今日の試合疑わしくなります私はやっていたと思うんですよただそれが表現できていないんだからだって前半でボール 70%くらい支配していたのかなで、大分が30%かな ?7 対3。それでもって、シュート前半終了間際、ボランチの柴田を打った1本だだから、ボールを持てばいいわけじゃないってことがはっきりしましたよ。多分ね、これはあくまでも私の推察でね、これ選手一人一人に現地で聞いてみたいんですけれども、今そういう取材できないんでしょ これはあくまで私の推察ですが、仙台、相模原、この2試合を、大分のスカウティングはかなり分析したね。で、仙台も相模原も、決して陣地に閉じこもっていたわけではないんですよ。一発食ってやろうというカウンター主眼にしていましたよ。相模原は少し精度がなかったからね、どうにか売られず天皇杯勝ちましたが、 この二つを分析しながら、片野坂大分監督は、もう少し積極的にボールを奪いに行く守備をしようというところに面食らって、ミスの連発。もう相手が裏列のウィークポイントをよく分かって攻め込んでくる時期になってきたっていうことを、この中断期間で整理しなきゃいけない。ね。 だから、小泉とユンカがマークされていた。なかなかボールが前半、彼ら触ることもできなかったって言うんですが、だって、その前でボールを奪われちゃってんだから。小泉ユンカの責任でも何でもないんですよ。全体の組み立ての中で現れてきた、レッズのウィークポイントを今日は、片野坂監督にやられちゃったって、いうことなんじゃないかなと、思いますね。まあ、後半はね、波状攻撃、ドトの攻撃やりましたがね、 まあ皆さんいろいろと厳しく言う、杉本健友が生き生きと働いていたんで、皮肉なもんだなと、私は思いましたがね。彼だって使い方によっちゃあのぐらいのことはやるわけですよ。だから、我々も頭を少し柔らかくしなくちゃいけないのは、小泉ユンカーで素晴らしいゴールを何本も見せられたから、小泉とユンカーさえいれば、レッズは、 安泰だと思ったらそんなことは簡単に相手チームは分析して切り崩してくるってことですよ。そのぐらい J リーグのレベルはぐーっと上がってるということを肝に銘じた方がいいね。一体どういうこの中断期間で列は整理していくんでありましょうかね。さて、試合当日の特別執行ですが、今まで試合があって30分後、皆さんのお便りを紹介しながら、こういうふうにまとめているんですがね。 これじゃ落ち着いてなかなか投稿できないと思いますんで、試合が行われた翌日の朝8時までにお便りをいただいて、この特別執行も試合翌日に出したいと思いますんで、ご協力ください。で、一番近いところは中断明け。8月の9日月曜。この日は山の日が移動してきているんですが、振り替休日でお休みになりますんで、 今度は第23節になりますね。裏レズは札幌ドームでアウェイです。北海道コンサドーレ札幌ミシャと対戦することになります。この試合から試合日の翌日ですから8月10日特別部ね、執行になりますんで、翌日の朝8時までに試合分析、感想のメールお寄せください。まあともかくね、今日の試合追い出せ戦ですけれども、 方の坂監督の戦略に脱帽ですよ。いやあ、お見事でありました。ただね、レズだってね、この中断期間で、どうにかもう一回、基礎から変えますから。ね。新たなアベンジャーたちもやってくるわけですから。いいですか気合入れ直しますよ。 チャンネル登録よろしくね